セルジュアロシュはフランスの物理学者。2012年に個々の量子系の計測と操作を可能にした画期的な手法の開発、すなわち講師の研究でノーベル物理学賞をデイビッド・ワインランドと共同受賞した。2001年以降、アロシュはコレージュとフランスで量子力学の教授を務めている。セルジュアロシュはカサブランカでユダヤ系の家に生まれた。 父はアルベール・アロシュ、母はロシア系で旧姓ルーベルバのバランティーヌ・アロシュである。父のアルベールは法律家であり、その両親のイーザクア・アロシュとエスター・アロシュはマラケシュ出身でエコールで得るアライアンス・イスラリットで教師として働くためカサブランカに移ってきた。母のバランティーヌは教師であり、生まれは当時ウクライナ・ソビエト社会主義共和国だったオデッサである。 バランティーヌの両親は、キシナウト、ミンスク生まれのアシケナジムであり、1920年代、初めにパリに移ってきた。アロシュは1956年のモロッコ独立の際にフランスに移った。現在はパリに住んでいる。彼の妻は科学者のクローディーヌ・アロシュであり、旧姓はゼリグソンというやはり、ロシア系ユダヤ人の移民である。40歳、43歳の二種がある。 フランスのシンガーソングライター兼俳優であるラファエルは老いにあたる。アロシュは1967年から1975年の間、フランス国立科学研究センターに研究員として務め、1972年から1973年の間は、スタンフォード大学のアーサー・ショーローの研究室の客員博士研究員だった。1975年に、 ピエール・エ・マリー・キュリー大学の教授となった。同時に、他の機関、具体的には、エコール・ポリテクニーク、ハーバード大学、イエール大学でも、教弁をとっている。1994年から2000年の間は、高等師範学校の物理学部長を務めた。2001年以降、アロシュア・コレージュとフランスで、量子力学の教授を務めている。彼は、フランス物理学会、 ヨーロッパ物理学会の会員であり、アメリカ物理学会のフェロー、会員である。2012年9月、アロシュは同僚らによってコレージュとフランスの学長に選出された。2012年10月9日、アロシュのノーベル物理学賞受賞が発表された。アメリカの物理学者、デイビッド・ワインランドとの共同受賞であり、個々の量子系の計測と操作に関する研究が受賞理由とされた。 アロシュの主な研究領域は原子物理学と量子工学である。1996年にパリの高等師範学校で同僚らと共同研究を行い、実験観察によって量子デコヒーレンスを実証したことで最も知られる。クロード・コーエン・タヌージの指導を受けて1967年から1971年にかけてドレス原子に関する博士論文を表した後、 1970年代にアロシュは量子ビートと超放射の研究をもとに分工法の新しい手法を編み出した。そしてリュードベリ原子の研究に移った。この大型原子状態はマイクロ波の影響を受けやすく、その性質が光と物質の相互作用を調べるのに役立った。数個の光子を格納した超電動キャビティでリュードベリ原子を扱うことにより、リュードベリ原子が 量子デコヒーレンスの検証および量子情報の処理で必要となる量子論理演算の実現に適していることをアロシュは示した。メディアを再生するノーベル賞受賞講演を終えてありがとうございます。